皆様こんにちは、チェリストの江口真一です。俺の源チャンネルご覧いただきありがとうございます。今回はですね、エチュードを弾いてみました。今回のエチュードはデュポールの7番です。これはですね、スラーで弾くのと、あと切って弾くのとっていう奏法でそれぞれ練習するんですけれども、私はですね、このデュポールを使って、この右手の指の動きですね、これ、言いますか、これを、この動きの練習に使っているエチュードです。その時はね、すごくゆっくり弾くんですね。タッ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 、もしくはタッ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 とかね、こういう練習をするんです。そこに使ってるエチュード、実際はもっと早く弾くんですね。今回はその、大元版というか基本版というか、その形で弾いてみましたので、聴いてみてください。デュポールの7番です。どうぞ。Thank you.